こんにちは。カナダ大住なネームタツです。元 NBL 選手が苦言。今のウォークは新たな KKK ということでお話をしていきたいと思います。えっ、ー、と、まずですね、昨日の動画の最後のところでご紹介したプロジェクトベリタスが Facebook のあの、暴露をしますよっていう話ですね。えー、それに関してはですね、まあなんかあんまり YouTube が好みそうにもない話ですし、えー、あとはまあ正直知ってた案件っちゃ知ってた案件なんですよね。あの、みんなうすうす気づいてたけど、あ、でも本当に現実だったんだみたいなお話なので、えー、とまあこれに関してあの、 えー、ノートの記事を書いてありますのでそちらの方をご覧ください。あの概要欄とあとはリンクえっ、ー、とコメント欄のところにリンク貼っておきますのでそちらご覧いただけたらなというふうに思います。はい、えー、ではですね連日お話ししているニューハンプシャー州ウィンダムの検査に関するお話ですね。えっ、ー、と集計機の検査が今日始まっています。えっとわかりますかねこのなんか内視鏡みたいなやつでえっ、ー、となんかこれ多分紙が出てくるところかな入れ出てくるところですね。そこをなんか見てますとりあえず今。 ま、何をやってるのかよくわからないんですが、え、とりあえず、あの、機器の検査をしているということですね。で、あと、同時進行で今、メモリーカード内のデータを複製中だということで、なんか、1枚のメモリーカード丸々複製するの90分ぐらいかかるそうなんですね。まあ、なので、多分今日は複製するだけで終わって、で、まあ、それと同時に集計機の検査が終わって、で、明日、そのデータの解析っていう感じになってくるのかなというふうに思います。で、えっと、まあ、多分、投票データに問題があるかないかっていうところを見るんだと思うんですが、個人的には、まあ、問題なしで出てくるんじゃないのかなって、 というふうに思います。はい。というのも、まあ、今回のウィンダムの検査に関しては、あの、折れ目が悪かった、折り目がね、えー、投票と誤認識されてしまっていたっていう話、まあ、あれで僕はかなり納得をしている面がありますから、えー、なので、まあ、よっぽどのことがない限り新たな話は出てこないんじゃないのかなというふうに思います。ただ、あの、それでね、あの、じゃあもうこの検査意味なかったねっていうわけじゃなくて、えー、もうこれでニューハンプシャー州全体で 検査すべきなんじゃないっていう話がまず出てきますし、あとは少なくとも全域で同じ機械使ってる、えー、コネチカット、マサチューセッツ、あとどこだったっけな、えー、バーモンとかの3つの州に関しても似たような検査をすべきかなというふうに思いますし、あとね、大規模に使われてる州ですね、えー、イリノイとあとミズリだったっけ、なんかどっかその辺の州ですね、えー、もうあの検査の必要が出てくるんじゃないのかなというふうに思いますので、まあ、今後の話が、えー 今後の話に、ね、ちょっと注目しておきたいと思います。はい で、えっ、ー、と、現在ですね、もう5段階あるうちの4段階の検査工程が終了しているというふうにハラスティさんが言っています。でも、投票用紙の検査は終了したというふうに明言されていますから、まあ多分折り目が問題だったっていうことで一つ結論づいたんじゃないのかなというふうに思います。で、もちろん今後の検査の途中の発見によって、えー、なんかこれ変じゃないみたいなのが出てきたらまた追加検査をする必要があるというような話はされてるんですが、まあ基本的にはこの後そのデータの解析やって、それでもおしまいっていうふうになるようですね。はい。 まあ、ということで、まあ、ウィンダムに関しては一つ、その、まあ、投票機器がポンコツだったっていう結論なんですかね。いまだにその、なんで、あの、投票機1では読み込めたのに、投票機2では読み込めなかったみたいな表があるのかっていう、あの辺の誤差。え <laughs> ごめんなさい。えー、あれがですね、全然まだ答え出てきてないので、まあ、あの、ポンコツっていう一言で片付けられるのか、それとも、えー、データの解析の結果なんかとんでもないことが出てくるのかわかりませんが、えー、そのあたりは、まあ、検査結果を待つしかないかなというふうに思います。ということで、まだ謎はあるっちゃ謎はあるんですが、まあ、これから大きな話はそんな出てくる気はしないかなっていうのが正直なところですね。はい。 で、えー、続いて、ミネソタ州の膝男広場に関する話ですね。あの、膝男あれね、あの、ちょっと名前出すとなんか、YouTube さんに怒られますのでやめますが、えっ、ー、と、あの、ね、警察官の膝によってね、8分46秒間でしたっけあの、息ができなくて、どうの効能で、あの、亡くなってしまって、どうの効能っていう、あの、裁判があったやつですね。はい。まあ、あの、正直、役中じゃねえのっていうふうに僕は正直思っちゃうんですが、ただ裁判の結果ね、えー、役中じゃなかったっていうような評決が出てしまいましたので、えー、ま、どうすることもできないわけなんですね。まあ、この後、高等裁の方での判決がどうなるか、 っていうところになると思うんですがえとりあえず今日がその一周期に当たるんですねで、えっと、遺族がですね今日ホワイトハウスを訪問してで時々と会談をしていますはいねこれあのその次の控訴審でどういう結果になるかでねあのとんでもない人物をたちをホワイトハウスに招き入れたなみたいな話になるかもしれませんし、えー、あれが正しかったっていう風になるかもしれませんしねまあちょっと裁判がねこの辺に関しては楽しみだなっていう風に思いますはいでえっと今日いろんなテレビ局がこの現場でその 取材をしてるんですね。で、えっ、ー、と、この二つ。これ、えっ、ー、と、この人が喋っているところの、で、えっ、ー、と、この人ですね。この人が喋っているのは多分ここだと思います。ここか、この,この辺。 ちょっと位置関係よくわかりませんが、とりあえず、あの、膝男広場、広場の前で、えー、いろんな話をしてるんですが、なんとですね、この取材をしている最中に銃撃事件が起こるんですね。で、えっ、ー、と、この人の場合は、最初ね、2発の銃声が鳴って、ちょっとしてからようやく後ろを振り返るみたいな感じだったんですが、えー、この人の時はですね、あの、ニュース番組とかって、リポーターの声は入ってくるけど、ただあの、 テレビ画面は、なんか参考資料がひたすら流れるみたいな時間あるじゃないですか。ま、あんな感じだったんですよ。なんで、この人の顔はその銃撃があった時なくて、参考資料みたいな映像がいろいろ流れている最中に、この人の、おふざけんな、クソ野郎みたいな声がいろいろ入ってくるというような感じになって、で、気づいたらあの、スタジオにあの、映像が戻されるみたいな感じになってました。はい。で、でですね、あの、最初の第一報だとなんか10発程度のほ、えっ、ー、と、 銃撃があったみたいな話だったんですが、えこの人の 取材している動画59秒間のやつが今ネットに上がってるんですが、それ見てた、見ただけでも30発近くありました。32か3発くらいかなの発砲があったということで、まあ、すっごいことになってるんですね。まあ、あの、走り回って逃げまどっている人もいれば、この後ろにいるね、このおじいちゃんがですね、おじいちゃんっていうかおじさんはですね、かなり、あの、冷静に腕組んだまま、なんかフラフラ歩いてました。<laughs> はい。まあ、えっ、ー、と、それはさておき。とりあえずですね、あの、今回このリポーターの人たち何喋ってるのかっていうと、基本的には警察 改革をどのよううにすすべきかっていう話なんですねもうね、これほどね、あの、もう言葉一切なしで、えー、まあ、どうすべきなのかっていう答えがわかる。世界一わかりやすい画像になったんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。もうもちろんこれ警察が今これ立ち入り禁止になってるんですよ。このエリアってね。っていうふうになってるからこそのとんでもないスパイク状態なんですよね。確か。 えっと、今日見た話だと、えっ、ー、と、凶悪事件の増加率は13%程度かな。ただ、えっ、ー、と、命がなくなってしまう事件に関しては113%アップっていうことで、えっ、ー、と、まあ、明らかな、あの、犯罪件数のスパイク、そしてその死者数のスパイクが起きてますから、えー、まあ、当たり前だけど警察ってやっぱ必要だよねっていうことが、まあ、よくわかるような画像をですね、あの、お届けしてくれたんじゃないのかなというふうに思います。はい。 で、えっ、ー、と、それに関わってくるんですが、この膝男の話からですね、一気に話が広がってきたのが、いわゆる BLM ですよね。黒人の命は大切だっていうものなんですが、えー、あれをですね、まあ、かなり、えー、押し進めている人たちって今、ウォークっていうふうに言われてるんですよね。いわゆる意識高い系の人々、日本語で言うところのね、あの、自分たちは社会問題であるとか、差別問題に、えー、すごく意識がいっていて、まあ、そういうのに気づいている意識がすごい高い人たちなんですよっていうような人たちのことを、ウォーク、 ウォーク系の人っていうふうに言うんですが、えー、まあその人に対してもう同じ黒人としてズバリと言ってくれたのがこの方ですね。えー、っと、クラミ・ブラウンっていう方ですね。で、えー、っと、正直あんまりよく僕わかんなかったんですが、まあ、元 NBA 選手で調べてみたら、2001年に当時初の高校生でドラフト1位を獲得して、えー、NBA に入ってったと。 いう人なんですね。なんで、あの、すごい注目を浴びたけれども、まあ、やっぱりちょっとあの、子供っていうところが抜けきれてなくて、まあ、ちょっとやんちゃしちゃいましたというような感じであるとか、えっ、ー、と、かなり期待されていたけれども、なんか、あれあんまり結果出してないよみたいな感じで、ま、あちょっと残念系の人だったみたいですね。はい。まあ、それはあの、よくわかんないので、お金、ね、横に置いときますが、まあ、この人が何を言ってるのかというと、えー、もうとにかく今のウォークの人たちっていうのが、もう、 あまりにもひどいという話をしているわけなんですね。で、今からあの、ちょっと意訳も混ぜます。この人ね、あの、かなりその、2分間ぐらいの動画の中で、えっ、ー、と、放送禁止用語のような言葉とかもかなり使われて、まあ、結構な言葉遣いだったので、まあ、それにちょっとでも合わせて、で、YouTube の規約を飛び越えない程度の感じで、えー、表現していこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、見かけ倒しのなんちゃって意識高い系のお前たちは、黒人社会にとって害悪でしかない。 今のお前たちは新たなタイプの KKK だと。この KKK っていうのはこれですね。えっ、ー、と、南北戦争の時、まあ、200年ぐらい前に誕生した白人市場主義団体ですね。まあ、あの、要はその白人が一番すごくて、その黒人とかもダメなんだ、みたいな感じのことをやってる連中と、変わらないことを、その黒人の命は大切って言ってるお前たちはやってるんだと。 なぜならば、あ、ごめんなさい、なぜならやってますね。まあい,いや、なぜならば、自分たちに賛同しないものそれがたとえ黒人であったとしても、脅し、追放しようとしていると。これ実際にこの人が受けた話なんですね。 ま、これは本当に悲しいことだということで、あの、この前の選挙の前に、その、お前誰に投票するんだよもちろん民主党にするような、お前だって国賃だもんな、みたいな感じの、えー、とにかくその民主党をご了承してくる連中がめちゃめちゃいたと。で、えっ、ー、と、で、それに賛同しないと、なんだんだお前は、みたいな感じで、次は自分に攻撃が来ると。これおかしいじゃないかと。今お前たちがやってるのは、結局昔、その一気に、 力をボーンと持った KKK と同じようなことをやってるんじゃないのかと。だから今のウォークの人間っていうのは結局昔の KKK と変わらないんだぞという風に言ってるわけなんですね。で、あたかも正義のためにとお前たちは振る舞って、で、民主党こそ我々の代弁者だと叫んでると。いや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 、それお前が気に入った白人のために他の黒人を傷つけてもいいのかと。 いう風なことをもうボーンと言った上でもうバカげてるわということで動画が終わってます。はい。まあ本当にそうなんですよね。あの分かりますよ。一つ分かるのは地位向上を叫ぶこと大事だと思いますよ。で、差別あっちゃいけないと思います。ただ、この今の世の中の動きに対してもう大きなお世話ですっていう風に感じている人も少なくないっていうこと。まあそれをこのブラウン選手は代弁をされてるんじゃないのかなという風に思います。はい。もう今はね、そのスポーツ界にも浸透してきていてで、 えー、いろいろな企業、まあ、特に大企業が、えー、かなり声でかくして、えー、これに関していろいろ言っているわけですもんね。まあ、それに関して、もうちょっといい加減にしてくれよというふうに、その黒人の立場として言ってきたということですね。はい。まあ、あの、これは非常に大事なことだと思いますし、本当にもう、もういいですわっていうふうに思ってる人見ると思いますよね。ちょっとあの、見つけきれなかったのでご紹介できないんですが、あの、BLM の支持者ですね。あれもですね、えっと、ご、この去年の夏、 の、えー、と終わりら辺がもうピークになって、そっから今もすごい距離減少傾向になってるんですね。まああの、多分その減少傾向になっているうちの一人がもうこういうような方々が、えー、もういいですわっていうふうに思ってる。 証拠だと思うんですよね。はい。まあ、なので、えっと、まあ、もちろん、まだまだね、その、いろいろな差別的な話はあると思うんですが、え、それにしても、それを解消するために新たな差別をしてはいけないと思いますので、えー、まあ、こういうような言葉にね、ぜひとも相手の方々にはね、あの、耳を傾けてほしいなとは思います。まあ、どうなるかわかりませんけどね。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後はもう今日なんか朝ね、あのなんかめちゃくちゃなことになってたので写真を撮りました。<laughs> えっと、わかりますかねデブちゃんがあの、タヌキをけ蹴ってて、で、タヌキはタヌキでなんかデブちゃんになんか、もう、ほーって言っててね、はい、なんかぐちゃぐちゃになってましたのでね、可愛かったんですが、写真を撮ってみました。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。